どうもアズです。今回は Z バトルレベル30を根血リーダーがいないので超速パでクリアできそうなので取り始めましたが、ブロリーが必殺を打ってきても耐えれそうなので多分クリアできると思います。パーティーは後で簡単に紹介しますが、今のパーティーで20回ぐらい挑戦したぐらいでいい感じに回避と連続攻撃、ウイスの回復があるとクリアできそうです。多分ベジータの必殺で倒せると思います。出ましたね。一応30クリアできたので31はもうやらないで、バトルロードやっていこうと思います。簡単にチーム紹介します。有利なカテゴリーが根血サイヤ人なので、根血サイヤ人は5点と5点クス、あとゲストさんの LR の5点、トランクスと5点です。ベジータは左上右下解放、ベジットは右下解放、ウィスが虹で、あとは必殺も解放も途中です。多分クリアできている人も多いと思いますが、超速パでもクリアできるのでまだの方諦めず頑張ってください。それではご視聴ありがとうございました。